2023-24 WE リーグ第11節春分の日の祝日にホームエルペンが首位アイナックを迎えて対戦しました。祝日ということでまずはピカチュウのキックインセレモニーが行われました。試合はまず前半8分のシーンです。アイナック、どこのパスに抜け出した田中がシュート。これは枠の左でした。田中しっかりと収めて振り抜いていきました。わずか左というシーン、前半8分のシーンでした。続いて11分、先制のシーンです。田中美奈、左で持って岸が対応に行ったんですけれども粘り強くボールをキープ、相川が合わせました。田中がつないだボールに今日は開幕以来のスタメンだった相川がゴールという形で応えました。アイナックが先制。前半35分のシーンです。ホームのエルフェンです。岸のロングフィード、キャプテンの吉田が頭で合わせました。湯村、園田もゴール前迫っていました。後半です。アイナックのシーンです。山本、そしてつないでいきます。相川から森谷、ゴール前北川が頭で合わせていったというシーンです。後半立ち上がりすぐ、これが2得点目となりました。ね、森谷からのクロスでしたね。はい、北川2試合連続のゴールです。そして54分、コーナーキックの流れから最終ラインの三宅が粘りました。自分で押し込んで追加点、これが3点目になりました。コーナーキック、田中が頭で、そして最後は三宅が押し込みました。62分です。エルフェン、吉田から湯村、キーパー正面でした。エルフェン対アイナックのゲームは0対3でアイナックが勝利しました。